ベクトゥメフメシのネット京都チャンネル今宮神社。何もなった？まあ。10年ほど前までやってたんですか？でも子供遅くなるとやめよう言って自理解で。あの江南の横の神社の祭り良かったね。あそこの神社漢字読めん。江南の横神社。あの王将があってちょっと下った江南へ。大久保の王将があってちょっと下ったらスバルとか日産とかコーナーあるやん。あそこ祭りあるの？うん、これ見てきたの。そう、地のもんだけやった。地のもんだけだけど、夜店とか全然楽しかった。どこに夜店があったの？あの神社の境内。あの団地の反対側やで。あそこの神社ごっついよな。森が結構ごっついじゃん。江南側にある久美山高校と江南の間になんか森がある。そこ神社や。久美山のプールと高校とあと江南の間に森がある。あるな、うん、覚えられへん俺あの漢字難しい。読めん。読めてんの？読めてんの？ローソンだよこんな。ローソン、うん、コンビニ反対側コンビニもあった。ファミマかしら。ファミマかもしれない。楽しそうやったわ。やっぱり子供喜ぶわな、ああいうのな。いや、どこ今、東京ちょっと裏から半分ぐらい。あ、もうそんだけで大きい。阿賀田祭りって知ってるか？どこ？富士の阿賀田祭り知らん。あれでよかったわ。知らん。どこら辺でやったの？え、あの宇治橋の。あの祭り結構ごっついてる。平等院の辺？ああ、あの辺。あれやろな、ここら辺やったら。うん、聞いたことないわ。もう今年初めて。もうよかった。電車やろ？車でやったらもういっぱいだろ。俺、チャリンコや。あ、チャリンコやったら何度でもなるわ。1時間半ぐらいかも。あ、杉ちゃん、コーヒー入れるわ。ブラック、あれ杉ちゃん、ブラック。俺はブラックちゃうけど缶コーヒー1本あるね。今の暑い方がいいやろ。入れる。もう飲むか、いっぱい。お茶も欲しい。お茶もあるけど。いや、うまへんコーヒーがあるから。お茶一応入れとこれだけ取ってから。もうコーヒー飲めんの？誰？入れようか、入れんやつ入れて。コーヒー。お茶がいい。お茶がいいの？いや、車に1本乗ってんの。それは、甘いことも多分あらへんと思うけど、飲まへん。紅茶や。紅茶でええか？そっちの方が紅茶しかないわ。うん、紅茶。冷蔵庫に冷やしてんの？いや、そのまま室温へ。
俺コーヒー飲むけど、コーヒーは嫌じゃな。またお客さんに失礼やけど、そのまま置くというこの腕の普通の家では入れへんわな、お客さんに。いや、感じないもん、こんな。でもまあ、結局全部食えるから食えるもんやな。お茶、うん、ありがとう。なんか俺あの1日前のお茶飲んで腹膨らしたんやけど、1日前お茶なんか腐れへんと思って。腐るよ、腐んねん。あかん。いや、大丈夫だろ。特に麦茶も腐るらしい。俺緑茶や。大丈夫だろ思って飲んだら腹膨らして、うん、もうあれ以来ちょっと緑茶飲んでへんねん。俺が悪いんやけど。常温でほっといてんの。ああ、かんねんな。腐るやな、ほんとは。いや、なんか濁っとってあのペットボトルのやつは腐る。うん、家で沸かしたよ。沸かしたやつは甘い話。大丈夫や、なんかちょっと濁ってるけど大丈夫だもん。お茶も怖いな、ほんと。そうやろ、言うよ。まあ言うわよ。お茶一日だったらあかん。知らんけ。いらんわ。ほんま、それ有名な話を思ってた。俺小学校ぐらいに聞いた。中国俺野生児やし大丈夫や思ってたよ。そういうわけにね、いかへんかったわ。それはあかんやろ。ペットボトルやったらいけん、現場でそうやん。せやぞ、ラッパ飲みするやろ。あの口のとこがあかんねん、雑菌増えるって。あれ口つけたらめっちゃペットの中に菌入るらしいで。それでも飲んでて大丈夫やったもん。みんないいよ。大丈夫や、今までそうや言うて俺ずっと飲んでたもん。ほんまこうコップに入れて飲む方がいいらしい。ほんまな、めんどくさいやん、現場でめんどくさい、うん、だいぶ申し訳なくていいなんだよ。まあ、聞いてみた。足りないよな、コミュニティなくてな。行って1時間ぐらい。あれ？え？コミュニティ毎日いっぱい食ってるって。いや、何が悪いか知らんの。で、体調悪かったらあかんねんな。体調悪かったら出んの。グルテンな。なんか入ってんやろ。まあ、選ぶのが好んで食うやつ。グルテンだけで売ってるやつある。あれ俺食ってたんや、あれ悪いも食ってたな。え、ヘラブノの餌食ってた。いや、グルテンって売ってんねん、人間用の。うん、ビジュかまへんやろ。かまへんだけど、俺それグルテンは悪いって知らへんかったからさ。そんなやつええかな、俺食ってたんや。そのまま食ってた。いや、あんたに混ぜて食ってた。ご飯に食べとく。要は粉混ぜんの好きだったよ。もっと好きなのくず粉。ああ、まあくず粉高いね。あれなんか体に良さそうでしょ。あれ何のくず粉。なんかどっかの根っこらしいか。くず粉は体にいい言ってたけど、水中入れた方でええと。まあ、ああまあ、もうパンいらんの。もうパンいらんな。あの、マーガリンと卵も入れといたら、うん、卵はいつも常温でそのまま。それ、それ常温な、うん、卵ってなんかあの、店行っても常温で置いてあるよ、うん、あの、常温でずっと保管してるとこは常温でいいねんけど、うん、冷蔵庫入れてるやつはやっぱりゼロ分戻さなあかんので。そう、うん、あかんねんで。
まだ卵の製造本とかいかんの、賞味期限切れの卵あれは大丈夫。